ます。はい、えー、高木香織委員、はい。日本維新の会の高木香織です。えー、本日はお忙しい中あのお越しいただきまして両参考人の、えー、参考にありがとうございました。えー、時間の関係上早速ご質問させていただきたいんですけれども、えー、山中参考人に伺いたいと思います。まあ、今日はあの本当に特別な支援を必要とする児童も。 あの例年増えてきているという中で、まあ、発達障害のお話も出てきていたかと思います。でこれあのかなり各学校研修もされているというお話もあったかと思うんですが支援を必要とする発達障害の子どもたちも本当にあの。 もう認知されるほどに増えてきているという中で、ですねこれ、国会でもまあ議論がされ、平成17年にはですねあの発達障害者支援法が施行されまして、法律にはこの自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害の児童を含めた早期支援。 といううのがが、まあ、をされてるわけなんですがこうした発達障害は法的支援の位置づけをあの持ちながらも文科省の方ではこの教員免許状の件なんですけれども視覚障害者聴覚障害者知的障害者死体不自由者病弱者のご領域しか今ないということなんですね。いまだにまあこの大変この今日のお話の中にもありましたようにこ専門性が問われるこの発達障害この免許状はまあないと。 いうこことでこの法が施行されましたすそういった中でまだこの社会的にこれだけまあ認知がされて繰り返しになりますけれどもより専門性がこの問われているこの発達障害の,あの子どもたちやはりこの発達障害に関するこの免許 に関して、まあ、これを創設するべきではないかというような議論が今あるかと思うんですね。ただまあ、確かにこの一方で大変難しい問題ではあると思いますが、山中参考人のご見解をぜひ伺いたいと思います。山中参考人はい、あの、これ、先ほどもお話ししましたが、ちょっと中教審でも話題になったことなんですけれども、あの、やっぱり教員の確保ということで、都市部は。 例えば免許を創設したとしても確保ができてもあの地方でやっぱりその,その免許を持っていないと。 その学級なり教室なりが担当できないというふうになると、なかなか人材の配置が難しいというようなこともありまして、あと、あの障害者が5種っていうのが、特別支援学校がその 5, 5つの障害者に対して特別支援学校を設置されているので、で自閉症についてはあの、自閉症の特別支援学校っていうのはないんですね、免許もないので。 なんですけれども、まあ、ちょっとそういう状況であることについては少し免許の,あの取る時の単位の取り方のようなところちょっと発達障害を含めて検討してくださるっていうことだったんですけれどもこれだけあの通級の希望するお子さんが増え 目指す教員も今の学生の中にも多分通級を希望する学生さんも出てくると思うんですね。でそういった時にやっぱり私は通級なり特別支援学級なり特別支援学校とは別の免許あの発達障害を含めたですけれどもまあ必要だと思うんですがなかなかすぐには難しいという状況もあの自治体の状況からですねあのそれはそれで分かりました。でそれとは別にあの民間資格が 臨床発達心理士とかあの、えー、と特別支援教育士とかあるんですけれどもそういったものの活用っていうことも、まあ、今後考えていくといいのかなというふうに思っています。はい、以上です高員 はい、ありがとうございます。まあ、民間の力も使いながら、あのサポートしていくというお話もいただきましてありがとうございます。えー、続きまして、染谷参考人に伺いたいと思います。端的にお伺いしたいんですけれども、今日、えー、緊急避妊薬のまあ。 アクセスの課題とといいうこともお話たただきました今ですね、まあ、こういった状況の中で安全性が担保できないような、まあ、海外製の薬というのが売買されている、まあ、ネット上なんかでも売買されているという話もいただきましたけれども、えー、ソミア参考人の,あのご存知の範囲で結構なんですが、まあ、どの程度これが手中に出回っていて、まあ、そういったものを使わざるを得ないというような事例があったのかまたこの危険だということが まあこの啓発されているのかまあ、そのあたりのご見識をお伺いしたいと思いますはい染谷参考人ご質問ありがとうございますどの程度使われているのかというので、えー、正確な数字は把握はしてはいないんですけれどもまあ,あの SNS とかで例えばそのアフターピルっていうので調べていくとそのようなサイトっていうのはたくさん出てきますで私も実際にあの注文してみたこともあるんですけれども、まあ、あの海外から発送されて、まあ、大体10日間くらいで届くというものようなものになっていますが、まあ、それがあの アフターピル緊急避妊薬の入手にハードルにある方にとって、まあ、そこが何て言うんでう抜け道になっているって、まあ、ただ海外製の並行輸入品ということであの本物の薬であるっていう認証であったりとかあとは医療従事者のアフターフォローなどもありませんのでまたあの副作用の救済対象にもならないというようなリスクもあるんですけれども、まあ、そういったリスクというのが啓発されないまま使われていってしまっているというような現状があると認識してます。 おります。はい。委員長高木委員。はい。ありがとうございます。時間が来ましたので、これにて終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。はい、引き続き質疑のある方、決勝をお願いいたします。羽生田隆。